w w s, <S チャンネルをご覧の皆さんは俺たちがサイプレス上野とロベルトヨシのーよしのしし、えー、僕たちサイプレスとロベルトヨシしの、えー、2000年の暑い夏から形成してますけどもあの音楽的な部分は何にも共通点ありません <laughs> <laughs> 一緒に干渉しないお互い好きなことをやってるだけなんで、えー、そういうスタイルだけどなんとか2018年まで持ったね、はい しかも結成を決めたのがここですかそうここここででね初ライブやった場所なんでベイホール初ライブやった場所なんでちょっと感慨深い感じでございますけども全くお互いに協調せないんでここまでやれましたありがとうございます <laughs> <laughs> いやなんかすごいお客さんめちゃくちゃもうなんか出来上がってる言い,るい,、ね、言い方あれだけどなんか多分俺らちもなんかあんまり知らないと思う人たちが大多数だったと思うんだけどすごい。 一号一句逃さず聞き逃,、ね、あの聞き逃すこともなくねあの乗ってくれて本当に嬉しかったし何かあまりに盛り上がりすぎてちょっといきなり離陸飛ばしたっすねなんか笑っちゃって「えマジで?」みたいな「えこんな盛り上がってくれんの?」みたいに思ったんで何かすごい嬉しかったですありがとうございますその時も実はね横浜の中ではかなりでかいイベントだったから、あのー、人もパンパンだったんでその時にまあお互いまあちょっとまだ ずっと友達なんです友達だし先輩後輩というかまあねほんと腐れ縁というかまあ <laughs> 幼少から一緒だから <laughs> なか俺たちがこのベイホールってでかい会場であのそのね呼んでもらった時にまあやっぱちょっとミスが多かったなあの時ねだからその悔しさがまあ糧になっててこういうふうにあの今2018年につながってるのかなとは思いますなんかそれはです経緯はですねあの僕はもともとそのさっきライブ中もちょっと言ったんですけれどもあの 前やってたグループでベイホール出禁になったりとかそういうことあったりとかしてで吉野はね一緒にそこにくっついてきてくれててサポート DJ みたいな感じだったんですけど結局みんなあの流れ解散みたいになっててでノルマ残ってたんでね俺がねイベントのノルマ残っててでやらなきゃいけないからバック DJ やってくれないっつったらあいいっすよっていうに言ってくれてそこから結成した感じで二戦時で暇だからいいっすよみたいな、ね。 なんんか語り合って飲でやるそう、一切だからあのまだ組んでねえよなぶっちゃけそう一緒に組もうぜって言ったこと一回もないんですよ今までだからこの名前はそうそうだから「と」なんですよ「と」はい考えたことないよなんか存在存在もうそのまんまだからやることもそううんだなんだろうななんかお互いの謎だよねなんかね その周りに今日もあのもちろんカルデアソニックに俺のと地元のやつらとかみんな遊びに来てくれたりとかしてるから同じ車で来たりとかしてるんであんまないんですよね特別感みたいなないよねだからね 2>, か2人でなんかやろうとかもないんですよねだからみんな単純に集団の中のただの2人がライブやってるだけみたいな音楽,部隊音楽舞台うん。いいろんな仲間がいて と音楽が真面目な話ですけどもまあいろんな人たちに参加してもらってなんか自分たちなりのまあメジャーのファーストっていうのねあるからまあけどなん,かなんか背負って背負い込んで何かをやるっていうよりは多分自分たちのね好きなできたね多分なってるんで自由にやってるからこれメジャーで出してんのこれみたいな感じの空気も含めて聞いてもらえたらいいし。あと まあその音楽性とかさっきはまあよく分かってないって言ってる自分たちもいたけどまあちゃんと現行のヒップホップに対しての,なんていうの,その自分たちのちゃんと対応するっていう力とかもはそこは負けず嫌いなんでお互いバトルめっちゃ好きだからねそういう。 MC バトルじゃなくて音楽性のバトルっていうのもちゃんと挑んでると思うんでなんかそういうのも含めてみんなでハッピーになってもらえたらと思いますちなみにドリーム銀座っていうのは俺たちが住んでたドリームハイツの周りにあった商店街えシャルターセンスのショッピングっていう看板があったんですけど最低な場所でした本当に道が道が本当にもう地割れしてたからね本当に <laughs> あそこで生まれましたからね俺あそこで生まれちゃったからしょうがないで <laughs> あの普段アルバムのタイトルをその横浜ドリームランドの乗り物のやつなんですけどあんまりいいのがなくなってきてあのどうしようかってなったときにね、あの,他の中華料理の名前で甲州ってのとかつけようと思ったけどさすがに甲州わかんねえだろうってなってハワー,ーのトップとかローゼンとかつけようと思ったんですけどいやそれはちょっとわかんないからドリーム銀座か夢一座ってなってあのアンケート取ってドリーム銀座になったって感じです。周りからもちゃんと聞いて いやドリーム銀座でいいんじゃないですかとか言われたとかして SNS 上で宣伝されてるブータンの松茸食いたいですねブータンの松茸ブータンのこの中でしょれそれ大丈夫だよ松茸 <laughs> 大丈夫だあそっちの大丈夫だ、うん、はい、えー、どうもサイベルスのロベット吉野ですえー、我々われわれねやってますけれども、うん、まあ今日もすごいいいステージ経験させてもらいましたありがとうございます常に更新していくスタイルで物価ましてますんでぜひドリーム銀座チェックしてもらえたら あのー、来年から始まる全国さぜひ皆さん遊びくださいよっしゃっしゃー